堂島大吾に冴島大河、そして真島五郎か。これに桐生さんを加えたら裏社会の殿堂入りメンバーだな。引退済みって意味ではそうかもな。会いに行くんでしょ彼らに。ああ、すぐに立つ。その口ぶり、まさかとは思うけど、一人で行くつもりじゃないよね。ダメだよ。俺らは桐生さんのお守り役なんだから。言い方はちょっと違うと思うけど、ついていくのはその通り。悪いな、少し遠出になる。準備をしてから行こう。ほう。うん。
甘くて美味しい。ここのラテは特にクリーミーで好き。この店にはよく来るのか。どうかな。ここのお店ってできたのは割と最近なんですよ。だからいつもっていうほどの回数は来てないんですよね。そうなのか。いい店を見つけたんだな。ですね。まあ最初に入ったのは一番や足立さんたちと行ってみようぜみたいな軽いノリだったから、みんながいなかったら入ってなかったかも。私案外新しいお店入るの苦手で。そうか。まあ慣れた店の方が外れはないしな。だが仲間のおかげでいい発見もできる。おかげでこうしてサイコとうまいラテも飲めるわけだしな。そうですね。いつも私を連れ出してくれたのはみんなだったな。そうか。俺にも昔そうやって連れ回してくれる親友がいてな。思えばあいつのおかげで俺の世界は広がった。仲間のおかげで自分の世界ってのはいくらでも広がるんだ。大切にしねえとな。その人は…そうですね、大切って。うまい喫茶店の話から話題がそれちまったな、すまん。いえいえ、むしろ桐生さんの話もっと聞きたいって思っていたくらいなので。俺の話を。それじゃあ、これからもみんなで歩くとしよう。今ここであれこれ話すのもいいが、街を歩いて見たものや感じたことを語るのが今の俺のお気に入りでな。最近外でみんなと話しながら歩くのが面白いってよく思うんだ。これまでは一人で突っ走ってばかりだったからかな。だからまた付き合ってもらえるか。もちろんです。私もおしゃべりしながら歩くの好きですから。またいろいろお話聞かせてください。あ、そうだ、せっかくだし一枚写真撮りません？おしゃれなカフェで撮ると映えますよ。別に構わないが、そういうのはラテを飲む前に撮るもんじゃねえのか？あ、まあ細かいことはいいじゃないですか。じゃあ撮りますね。いまいち映えてないけど、こういうのもいい記念かも。これからもみんなで街を歩いてお話ししたり写真撮ったりしましょうね。ああ、これからもよろしくな。いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。このオムライス美味しい。ふわふわ。火加減が絶妙だね。ミルクの使い方もうまい。オムライス見ると前の勤め先の付き合いで行ったメイド喫茶のことを思い出すね。ああ、確かにオムライスのイメージある。メイドさんがケチャップで絵とか描いてくれるんだよね。だが難波の言いぶりからするにあまり楽しくなかったのか。いや、別にそういうわけじゃないんだが、年がいもなく
オムライスをうまくするおまじないをメイドさんと一緒にするときに照れちまってな。それを最後まで引きずって楽しみきれなかったんだ。悔いが残る思い出となっちまった。そういうとこ繊細よね、なんちゃん。美味しくするおまじない？ああ、メイドさんと一緒に手でハートを作っていう言葉があるんだよ。キリュウさん、なんていうか知ってます？え？美味しくなーれ、萌え萌えキュンキュンだろ。おお、大正解です。さすがっすね、みじんの迷いもないところも。まあな。これは本当に美味しくなりそうだ。堂島の竜直々のおまじないだしね。じゃあ今度みんなで行こうよ。なんちゃんのリベンジマッチ、萌え萌えキュン言いに行こう。リベンジマッチってそんな大げさな。仕方ねえから付き合ってやるよ。キリュウさんまで。でもそうだな、みんなとなら言えるかもしれねえ。よし行くか、メイド喫茶。おう、このメンツで行って勝ち込みだと思われないかな。ごちそうさまでした。ありがとうございました。いつ見てもこのハンバーガーでかいよな。まあ恐竜と渡り合えるくらいだしね。実際このハンバーガーくらいある巨大カボチャならハロウィンで見たな。あれ食べられるらしいけどあんまり美味しくないみたいね。もともと牛とか動物が食べるようだったみたいだし。じゃあこの恐竜もいつか追いかけるかもな。確かに。いやこいつ肉食なんじゃないか。現にハンバーガーを追いかけている。おお。だが待て、このハンバーガーにはトマトやレタスも入っている。雑食なんじゃないのか。くおいてめえ、気になってきたぜ。この恐竜は一体何を食いたいんだ。君らは一体何の話をしてんのさ。やっちゃうよ。
何見てんだよ。怒られる覚悟はできてっか。調子がいいぞ、私。よく吠えるね。任せて。手加減はなしだ。サポートする。任せて。楽しませて。もうギブアップ。やろうぜ。終わらせる。蹴りをつけるぜ。燃え尽きる。出てきたぞ。楽しませてよね。もうギブアップ来ないでしょ。ほら、あったな、来た。やろうぜ。どうしのげるかな。潰れろ。調子がいいぞ、私。脇が甘いな。私の番。やろうぜ。負けられない。吠えるね。目立っちゃおうかな。サポートする。やるしかねえか。協力しコンビプレーね。ほら、
っとくか。やるか。どうした？仕留める！もうギブアップ。はい、配る！私の番。容赦しない。惜しかったね。お仕置きがあるよ。まだ強くなれるだろう。見とれないでね。まだまだ強くなれそうだ。ねえ、あれの。開けてみるか。開いた。開けてみるか。やったぜ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございました。ぶっ殺してやる。本気で来ない。死ねえ。やるか。やってやる。ほら、相手してやる。楽しませて。もうギブアップ。ほら来いよ。楽に死ねると思うな。
終わりだ。相手が悪かったね。ここで息絶えなさい。調子出てきたぞ。ここは任せて。来ないのか。ここで決める。シャンパン入りました。シャンパンパパン、シャンパンフーフー、シャンパンパパン、シャンパンフーフー、シャンパンパパン、シャンパンフーフー、シャンパンパパン。どういうことです。シャンパンフーフー。ダウンと邪魔すよ。さっさと来い。かかってきなよ。遊んでやろうか。お話ししてやるよ。何なんですか。ご注文受けたまわりました。ふっ、いっ、あたた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 た、ふっ。中華料理は火力だ。よっしゃー、いっ、お塩少々。はっ、私の番。叩きなんです。よく吠えるね。かかってこいよ。ほら、問題ねえ。結構調子いいかも。ほら、もうギブアップ。狙うか。はっ、手加減はなしだ。任せて。うわ、目立っちゃおうかな。サポートする。覚悟できてる。よく吠えるね。やる。かかってきな。さっさと来い。合わせるぜ。調子出てきたぞ。ここは任せて。私の番。元通りだ。もうギブアップ。どうした。死ねダウンと邪魔すよ。狙うか。手加減はなしだ。協力しちゃう。結構調子いいかも。合わせるぞ。やるか。任せて。目立っちゃおうかな。追撃する。私も狙うか。どうしよっかな。追撃する。私の番。すりゃ。手加減はなしだ。私も狙うか。相手にならねえな。格が上がったね。大人の渋みが出てきたぜ。
思い出す。これだな。よし、取れたぜ。気に入らないな。お昼の浜北公園は気持ちいいわね。お弁当持ってくればよかった。前にここでハンバーガー食べてたらトンビに狙われちゃって大変だったよ。ああ確かに結構いるよね。取られちゃったの？いや、トンビの攻撃を全部かわしながら完食したよ。よくわからないけど、周りの人から拍手されちゃった。それ、雑技団のパフォーマンスだと思われたんじゃない？俺もホームレスの頃はカラスと廃棄弁当をめぐって戦ってたぜ。鳥と飯争うのって大変だよな。ああ、多分だけど難波くんの方が大変だったと思うよ。まあ生活かかってるわけだからね。お疲れ。何か文句でも。ここがあなたの。後悔するなよ。それ。やりづらいね。はい、負けないでください。さあ、キーナさん、かかってこいよ。よそ見する暇あるか。こっちにしろ、来やがれ。来ない。やるか。相手してやる。かかってこいよ。さあ、来なさい。ふざけないでください。ほら、調子出てきたぞ。やるか。やりますか。こっちですよ。来やがれ。よそ見する暇あるの。使え。綺麗さっぱり。これで終わりです。これで終わりです。元気ないだろう。どうした。ふざけないでください。こっちですよ。やるか。なめんなよ。来ない。かかってこいよ。くらいなよ。できたんだよ。せいや。ではすまない。行こうか。おら。死ね。これだ。てれ。やりますか。こっちですよ。臆病なるか。やるか。楽しませて。よく吠えるね。ふざけないでください。こいつを食らうと。手加減はなしだ。これで終わりです。
これはどう？目障りだ。なめんなよ。しっ！これで終わりです。君は上がらないね。なるほど。来ない。来やがれ。私も狙うか。うわ！死ね！やった！立て直さないと。さっさと来い。こっちですよ。来やがれ。治療する。すまない。ありがとう。ふざけないでください。これを。さあ。ああ調子出てきたぞ。なめんなよ。来やがれ。目障りだ。かかさあ、気になさい。ふざけないでください。もうギブアップ？なるほど。おお。なめんなよ。終わらせる。くれ。これでどうかな。おれ。よし、バッチピンチってやつ。よーく覚えられる。これで終わりです。これで終わりです。感知した。やります。力の差を見せて。来やがれ。楽しませて。もうギブアップね。処置に必要だな。元気ないかも。ヘッ。これだ。死ね。恥じらい。知らないから。手加減はなしだ。任せて。結構調子いいかも。狙うか。これです。これで終わりです。やるか。どうした。さあ、気あるか。ふざけないでください。よそ見する暇ある。どこ見てんの。かかったこよ。よく吠えるね。こっちです。楽に死ねると思うな。なめんなよ。それ。うまく見え。敵どっち？かかったこよ。死ね。見づらいね。寒い。上がらない。さあ、聞きなさい。どうした？なめんなよ。しのげるかね。できたぜ。せや。ありがとう。さっさと来い。体が重い。よそ見する暇ある。かかってきなよ。かかってこいよ。さあ、聞きなさい。来ない。ふっ。わっ。調子出ないな。合わせるぞ。やっ。うわっ。目がかすむ。やりづらいな。サポートする。こんなこと。サボイ。いきます。これでどうかな。おら。ふざけないでください。気を気乗りしねえな。恥かいても知らないから。寝てるわ。くれ。寒い。テンション下がる。狙うか。来ない。これはどう。
し、うまく見える。うっとうしい、傷が深いか。臆病なのかな。なめられっぱなしじゃん。体が重い。叩きなんです。追撃する。よく吠え。寒気がする。かかってきなよ。俺でどうかな。さっさと来い。調子出ないな。感知した。立て直さないと。合わせるぞ。楽しませて。もうギブアップ。どうした。よし、こうなる。相手してやる。これはどう。おれ、問題で、よく吠える。調子出てきたぞ。強力戦。うわっ。よし、バッチ、ここは任せて。狙うか。出番が来たな。やるな。見さらせ。うわあ、熱い。ダウンと出ますよ。くらいなよ。あー、いいね。手加減はなしだ。任せて。うわあ、いいな。結構調子いいかも。うん、容赦しない。はっ。頑張りますか。どこ見てんの。必殺。熱いな。目立っちゃおうかな。さっさと来い。調子出てきたぞ。よく吠えるね。度胸だけは買ってやるよ。悪くない気分だぜ。またいい男になっちゃった。素直に喜んでおくか。はい、いい感じだよ。誰か。いらっしゃいませ。ありがとう。
いらっしゃいませ。ありがとうございます。体は万全だね。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとうございます。なんかシャキッとしねえな。自販機で何か買ってく？ビタミン系のドリンクでも飲んで気合い入れたらどうだ？それもいいな。日本行ってみるか。大人だし。大人関係ある？いや、ああいうのって量少ないじゃん。一度満足するまでたくさん飲みたいって夢があったのを思い出した。ささやかな夢ね。今こそ叶える時か。別に止めはしねえが進めもしないぜ。俺も何本も栄養ドリンク飲んだことあったが、うまいのは最初だけだった。3本目くらいからは辛くなってな。1本がちょうどいいことを知った。それが大人になるってことなんすね。よっしゃ飲むか。この流れで飲むの？すごい速さで何本も流し込んで。吐いてるな。やっぱ一本でいいな。大人の階段登ったな。やってること一つも大人っぽくないけど。ムカつく野郎だぜ。俺は今調子に乗るなよ。いつでも行けるよ。私の番。手加減はなしだ。やろうぜ。出てきたぞ。任せて。よく吠えるね。ここは目立っちゃおうかな。私に行くの。
手加減はなしだ。終わらせる。大人生の成長ってな。気に入らんな。いつでも行けるよ。やるか。恥かいても知らないから。仕留める。しつけの時間だ。よし、いけるな。楽しませてよく吠えるね。調子出てきたぞ。コンビプレイね。ここは任せて。協力してん。目立っちゃおうかな。追撃する。弱い勝負あったら、何でもできそう。何見てんすか。思い出せ。さあで始めようか。私の番。かかってきた。気が甘いな。しつけの時。結構調子いいかも。コンビプレイ。合わせる。手加減はなしだ。目立っちゃおうかな。かかってこいや。これだ。どうか見てんの。やるか。調子出てくる。任せて。私も狙うか。ここは任せて。狙うか。大丈夫。いい感じ。
ボコられる覚悟はできてきた。終わらせる。まだまだ強くなれそうだ。思い出せ。疲れただろ。いやあ、キリュウさん、いいタイミング。ちょっと時間いい？ああ、構わねえよ。いっぱい付き合うぜ。いや、そうじゃなくてね。ん？今から俺の店で集まりがあってさ、ハンピンリューマンの若い衆たちにご馳走すんだよ。ほれ、俺をこき下ろしたブロガーがいたじゃん。そいつへの怒りをこらえてくれたご褒美。おう、そりゃいいな。で、よかったら桐生さんもどうかなと思って。いいのか？仲間内で集まるのに邪魔じゃねえか？なわけないじゃない。それにそろそろ俺の料理ご賞味いただかないとね。そこまで言われちゃ断るのも野暮か。そう来なくちゃ。長さん、お招きありがとうございます。長さんの料理本当にうまいんで、めっちゃ腹すかしてきましたよ。ゴチになります。恐縮です。やっぱり俺は場違いじゃねえか。そんなことないって。ちょっと店で飯食うだけなんだから。あ、おい、ちょっとあいつを見ろよ。ん？あれ、あいつは。いや、みんな見てくれ、この野郎が俺らを盗み取りしてやがった。なんだと。あ、そいつ例のブロガーじゃねえか。キレイさん、ちょっとまずいなこれ。本当に例のブロガーなのか。ああ、そうみたい。おら、お前が何しようとしてたか言えや。何のことだかわかりませんよ。これは拉致監禁でしょ。やめてくれません？なんだよ、どういうことなんだ。この野郎、また張さんの店をこき下ろす気でいたんだよ。で、そのネタを探しにわざわざこんなとこまで来たってわけだ。別にいいじゃないですか。まずい店をまずいと書いて何が悪いんです。言論の自由っていうのがあるじゃないですか。てめえ、この人数に囲まれてよく言えたな。その度胸だけは買ってやるよ。ねえ張さん、どうしますかこいつ。やっぱり一度閉めた方が良くないっすか。何言ってんの君ら。ダメだって、肩着相手に。残念ながら彼の言う通り、自分のブログに何を書こうが勝手だし。いや、騙されませんよ、ハンピンリューマンの黒幕が。ん？知ってるんですって、こっちは全部。俺のこと偉人町で部下に探させてたでしょ。チンピラが血まなこになって俺を探してるって聞いて、だからこっちもあんたを調べたんですよ。
あんたがこの人たちみんなのボスでしょ。元総帥でしたっけ。自分は関わらないふりして後で手下に俺をやらせるわけですか。待って、それ誤解だって。大丈夫、誰も君を襲ったりしないよ。なあ、みんなそうだろ。せっかく集まったんだから予定通り飯を食おう。もう仕込みもバッチリできてんだな。というわけで、これから内輪のパーティーなんだ。俺らはこれで失礼するよ。本当に。うん、本当。いや、待ってください、長さん。このままそいつ返したら今のことだって面白おかしくブログに書かれちまう。まず俺らを隠し撮りしたスマホも取り上げねえと。何言うんですか。そんなの嫌ですよ、絶対。しかもこいつ、長さんが俺らのボスってことも知っててここまで来てんです。舐めてんですよ。どうせ俺らには大したことできねえって。違うって、舐められてんのは俺だけ。ほら、もうよさ。いい加減にしてください。あんたが舐められてるってことは俺らも舐められてんだよ。調査、いくら組織から身を引いたっつっても俺らは今もあんたを見越しに担いでるんですよ。なのにそのあんたがふわふわしてっから俺らまであんなブロガーに安く見られちまう。ああ、そうだな。ハンピン・リューマンだって勝手に放り出してコミジュルと合体させちまった。偉人町の協調だの融和だので好きにしのぎもでかくできねえ。あいにくだけど俺のやり方が気に食わなきゃ偉人町を出た方がいい。前にそう言ったはずだよ。そりゃ無理ってもんです。俺らはあんたに憧れてた。そばにいるやいつかあんたみたいになれると思ってた。普段は力が抜けて軽いのに、いざって時には冷酷で頼れるカリスマでしたよ、以前はね。そろそろ目覚ましてくださいよ、総帥。こんなブロガーに舐められっぱなしなんて、そんなの超天優じゃないでしょうが。まずはこいつ血祭りにあげましょうや。ハンピン・リューマン復活の景気づけに。俺はこの人に何かあれば自分の店を閉めるって言った。その言葉今も有効なんだよね。だったらちょうどいいでしょ。もう料理人なんかやめて戻ってきてくださいよ。料理人なんか。そうですよ、長さん。いや、俺らの総帥。俺らの総帥やってやりましょうや、総帥。俺の後ろにいろ。嘘でしょ、俺殺される。分かったよ。お前らの気持ちはよく分かった。本当っすか。それじゃあまた俺らと一緒に。いや、このブロガー君には指一本触れさせない。たとえ力ずくになったとしてもね。話通りの血の気の多さだ。迷惑かけて悪いんだけど、キリュウさんはブロガー君を逃がしてやってくれない。こいつらは俺が止めるからさ。ちょっと待ってくださいよ。じゃあ長さんはそいつをかばうために俺らとやり合おうってんですか。ずっとあんたを信じてついてきたこの俺らと。俺は自分の店を守りたいだけだよ。これがお前らの言う料理人なんかの意地ってやつ。わかりましたよ。ならいいです。もう腰抜けのご隠居は引っ込んでるや。低下すぜ、長。こいつらが前に言ってた四天王だろ。さすがにお前一人じゃ食いきれねえ。それはどうだな。俺は今腹ペコだからね。てめえ見てるとイラつくんだよ。かかってきやがれ。手加減はなしだ。来やがれ。もうギブアップ。蹴り。うわっ。
目立っちゃおうかな。どうした、ほら来いよ。楽しませてくれよ。調子出てきたぜ。ムーン、ついてこれるか。シャー、シャバマン、入れ直してきた。そこそこだ。やっぱり強えよ、創世。戻ってきてください。もったいねえっすよ。お前らの気持ちは嬉しいんだけどね、俺が総帥に戻ろうとすれば偉人帳は割れる。そんなことは絶対しないって約束で俺は総妃に全てを託したんだよ。でもあんたは俺らの憧れだったんです。もしその気になってくれたら今度こそどこまでもついていきますから。そっか、じゃあ聞くけどさ。はい。何でしょう。お前らがずっと憧れてきた超天佑ってのは、一度誓ったことを簡単にひっくり返すような男なの？その程度の器だと思われてたんだ、お前らの中で俺って人間は。いえ、違います。だよね、ならよかった。おい、なんです？今の喧嘩ずっと見ていたろ。悪いことは言わねえ。もうこいつらには構うな。ネット越しに安全なつもりだったんだろうが、今までお前が無事でいられたのは蝶のおかげだったんだぜ。すみませんでした、蝶さん。お店について書いたブログはもうすぐに削除します。この辺りにも二度と近づかないんで、今までのこと勘弁してください。いいよ別に、ブログは削除しなくても。でもね、これだけは聞いておきたいんだよ。この前君がうちで食べた時、本当に俺の料理はまずかったのか？それはその全然まずくなんてなかったです。ん？はっきり言わせてもらいますと、めちゃくちゃうまかった。なんだと？中華街でもあれほどの味はありません。だからブログで言葉を尽くして褒めようとしてました。どうやったらこの味をみんなに伝えられるか、それこそ頭から煙が出るほど考えてたんです。けどそんな時、急に蝶さんから撮影を遠慮してほしいって言われて、せっかく頭に浮かんでた表現がポーンと弾けるように消えました。それで頭にきて気がついたら、店の割り箸を丼にぶちまけたんだな。その説は本当にすみませんでした。俺どうかしてたんです。俺は蝶さんを褒めようとしてたのに、それなのに店の中で恥をかかされたってそう思っちゃって。可愛さ余って憎さ100倍ってやつか。なるほど、でもそういうことなら気の毒だけど、このまま返すわけにはいかないな。それはどういうことでしょう。おい蝶、お前一体何を。ふん。さあ今日はしっかり食べてってよ。例の頭に浮かんでいた料理の褒め言葉、一言一句はっきり思い出してもらわなきゃ。でもいいんですか、こんなにごちそうしてもらって。いや君、他の店の批評は正確だったからさ、誰よりも俺が君の本当の感想を聞きたいわけ。蝶さん、俺そんなこと言われるのブログやってて初めてですよ。じゃあお言葉に甘えていただきます。ああ、お上がりよ。は
おお、うまい。やばい。おいしい。おい、どうなんだ蝶、これは。結局うまいとやばいしか言ってねえぞ。最高の褒め言葉じゃない？ほら、まだまだあるからね。よく味わって。はあ、最高っす蝶さん。マジうまいっすよ。もう止まらない。いやー、キリュウさんには本当迷惑かけちゃったよね。思いがけず。ああ、おかげで飯を食い損ねたよ。あのブロガーはよほどうまかったみてえじゃねえか。出された料理全部食っちまいやがって。あれ、結局キリュウさん全然俺の料理食べてなかったんだっけ？そうだよ、驚いたことにな。ああ、まあまたいつでも機会はあるでしょ。こうやって飲み友達になってるわけだし。ふん、それもそうか。しかしなんだな、さっきの喧嘩っぷり。若い衆がお前を惜しむ気持ちはわかる。リーダーの器があるのにもったいねえってな。そうは言うけど、ガキの頃は俺最初から組織のボスになるよう育てられたわけでさ。物心つかないうちからそういうもんだって言われて親父から組織を受け継いだ。今そのポジションを離れてみたら急に新しい世界が開けてきたわけだよね。そう簡単には手放せないよ。その新しい世界が料理人の道か。そう、そのいくらでもある可能性から俺が自分で選んだっていうのが重要だったんだ。ふん、なるほど。豪快な火で鍋を振ってうまいもん食った後の客の満足した顔を見る。俺は今そんな生活が新鮮で気に入ってるんだよ。あとはこうやってさ、時々仲間と一緒に酒を飲めたらもうそれで十分。そうか。そいつは欲のねえことだな。いらっしゃい、鈴木さん。どうも、お邪魔します。お邪魔だなんて、いつでも歓迎だ。大事なお客さんですから。何か私の顔にゴミでもついてますか？いえ、そういうわけじゃ。失礼しました。ふん。まあ顔のこの傷が嫌でも目に入ってくるでしょう。マスターはいつから横浜にいるんですか？さて、どうだったかな。10年よりはもっと前だったかもしれない。長いこといらっしゃるんですね。ところで変なことを聞くようですが、好物の食べ物で真っ先に思いつくのは？ん？なんだろう、真っ先に思いつく食べ物か。冷麺だったりしませんか？いいですね。確かに好きかもしれないな、冷麺は。昔俺の周りにも冷麺の好きな人がいました。その人は俺にとって
兄貴みたいな存在だったんです。雰囲気がマスターによく似ていて、それでもしかしたらと思ったんですが、すいません、くだらねえ話を。お気になさらず。うちの店の中じゃくだらない話こそが主役なんですから。そう言ってもらえると気が楽になります。鈴木さんは随分とご苦労を重ねてきたようですね。私もこの商売は長いもんで、人を見る目はあるつもりです。じゃあ俺はマスターの目からはどういうやつに見えてるんでしょうか。強いがゆえに人に助けを求められない、弱さがあっても人に気づいてもらえない、一言で言えばこんな感じになるかな。なるほど。冗談ですよ。今のはある程度年齢のいった男性には大抵当てはまる。特に見た目がこわもての人は十中八九そうでしょう。それで言ったらマスターもそうですね。へえ。実は私もこの店の前は人に弱みを見せられない業界で長いこと生きていましたから。え？おっと、今のは忘れてください。わかりました。ともかく若い頃は強い自分でいようと気負わなくては生き残れなかった。そういう人生を長く生きてきた。あなたもでしょう、鈴木さん。マスターは今はそうじゃなくなったと。多かれ少なかれ人に助けられています。逆に私でさえ誰かの助けになっていることもあるのかな。そうやってこの町に根を張って暮らしてきた。どこかに自分に居場所があるというのはそういう生き方であると私は思う。羨ましいお考えです。あなたは多くの人間のために戦って守って、そして傷つき失ってきた。そういう人こそ最後には幸せになってもらわないと、私は世の中を不公平と感じてしまう。俺は幸せには見えませんか。何もかも手に入れて満ち足りることが幸せなら、あなたは幸せではないんだろう。世に出ることを拒否され、愛する者と隔離され、ついには自分の名前を名乗ることも許されてない。しかしあなたのそばには今、助けを求めれば手を差し伸べてくれる仲間がいる。そこに彼らがいるのは、あなたのこれまでの生き様が間違っていなかったからだ。ちょっとどうしたんだろう、あの二人こっち見てるよ。珍しくマスターの口数が多いな。一体何を話しているのやら。人に弱みをさらせとは言わないが、もう少し仲間に頼ってみてはどうでしょう。そのあたりもそろそろ学んでいい頃合いだぜ。おめえもぼちぼちもういい年なんだからよ。やっぱりよく似ていますよ、マスターは。俺が昔兄貴と慕っていた人に。もしいつかあなたがご自分の名前を取り戻す日が来たら、またこの店に来てください。その時はお互い
隠し事なしで腹を割って話しましょう。最高にいい酒を用意して待っています。もちろん私のおごりで。この酒も十分うまいっすよ。ごちそうさまでした。話せてよかったですマスター。これがこの町での私の役割ですから、またいつでもどうぞ。ありがとうございます。じゃあ。この店の名前はサバイバー。我ながらいいネーミングだったな。そっちね。UFO かと思ったら飛行機かよ。残念。残念？だってせっかくなら会ってみたいじゃん。宇宙人とかさ。会って聞きたいことでもあるのか？ああ聞きたいことか。そうだな。ご趣味は？とか。お見合いか。さすが桐生さん、冷静なツッコミだったね。でも確かに何聞くか決めてないといざ会話しても弾まないよね。別に宇宙人と会話弾ませる気はそんなにないかな。桐生さんだったらなんて聞くの？え？俺か？休日は何をしているか？もしもし？とか？お見合いじゃん。久しぶり。よし。コンプリートだ。ねえ、キルさん、今度さ、ゲームセンター佐々木に行かない？ゲーセン？別に構わないが、何かあるのか？いや、何もないよ。ただ、ちょっとキルさんと遊びたいなって思っただけ。なんだそりゃ、気まぐれなやつだな。やってやろうぜ。後悔するなよ。終わらせる。あれ？よっしゃ。
ここ俺のお気に入りの場所なんです。まあ普通の人からしたらドブ川の橋なんでしょうけど。そうなのか。まあこういう何気ない場所ほど誰かの大事な場所だったりするもんだ。この橋から川を流れてくゴミを見るのが俺好きなんですよね。悩んでいたり嫌なことがあっても無関係に時は過ぎる。くよくよしてても仕方ねって教えてくれる気がして、また前を向けるようになるんです。なるほどな。諸行無常ってやつか。ドブ川に襲われとはナンバらしいな。どういう意味っすか。ったく、ハワイやらいろいろ行きましたけどここが好きなんすよ。一番と初めて会ったのもこの近くでしたし、だからなんとなくここで桐生さんとも話したくなっちゃってナンバお前もこの川に流してやろうか。なんで？いや今結構エモい感じの空気でしたよね。いや流れるゴミを見て学びを得ていたようだから、同じように流れたらさらに成長するんじゃないかとな。するわけないでしょ。別にゴミになりたいわけじゃないんすよ。冗談だ。ったく、それが冗談に聞こえないのが桐生さんなんですよね。まあそれだけ気安い仲になれたのは嬉しいっすけど。あ、そうだ、せっかくですしここで写真でも撮りませんか。お近づき記念ってことで。なんとも今更な記念だな。でもいいぜ、撮るか。ありがとうございます。これからもよろしくお願いしますね、桐生さん。おう、難波もな。頼りにしてるぜ。またな。おう。またな。おう。またな。
いい感じ。ああ、行くぞ。逃がしてくぜ。逃がってくぜ。逃がってくぜ。おお、もらうぞ。誰にも止められないぜ。もらってくぜ。ほほう。誰にも止められないぜ。もらうぞ。誰にも止められないぜ。よし、大量だ。またな。負ける。おう、お掃除の時間だ。もらってくぜ。もらってくぜ。ほっほう。誰にも止められないぜ。ほっほう。ほっほう。誰にも止められないぜ。ほほう。もらってか。何？
もらってくぜ。なんだと？また負ける気がしねえな。おう、行くぞ。もらってくぜ。大量だ。またな。いつでも。おう。お掃除の時間だ。もらうぞ。ほっほー。
ほほう。大量だ。いくらでも。おう。ああ。またな。どちらまで行かれ。それでは。
そうか。いくらでも。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。いつ食っても牛丼はうめえな。超特盛りでもペロッと食えちまう。うまい安い早いってな。俺も昔から世話になりっぱなしだ。おなじみのキャッチコピーだけど、3つ全部達成するのって大変よね。だな。それをしっかり体現してる名コピーだ。俺にもそういうの欲しいな。例えば？早い、強い、すごいとか。最後適当になってない？あと早いって何が？足とか。足早いとモテそうだろ。足早くてモテるのは小学生までよ。てか、なんちゃんが走るの早いイメージってそんなにないんだけど。まあ実際早くもねえしな。じゃあ却下。ちなみにキリュウさんだったら？強い、渋い、エモい。なんでお前は最後いつも適当になるんだ？なんだエモいとは。心打たれるみたいな時に使われる若者言葉ね。エモーショナルのことだと思うけど。あ、そういう意味だったのか。お前は知っとけ。ちなみにこのうまい安い早いは時代によって順番が違うらしいよ。昔は店に入って体感する順番で早い、うまい、安いだったけど、その後うまいをもっと追求して順番を変えてうまい、早い、安いになった時期もあったとか。へえ、そうなんだ。ちゃんと時流に合わせてるのね。すごいな。ああ、エモいぜ。早速使いこなしてる。ごちそうさま。ありがとうございました。息が。おい、どうした？大丈夫か？発作がどんどん苦しくなってきて。わかった。そのまま横になったろ。また救急車はダメだ。金がなくてよ。金のことは後だ。今は自分の体を考えろ。でももし借金取りに見つかったら、今助かってもどうせ俺は終わりなんだよ。おい、じゃあどうしろってんだ。救急車がダメってんじゃ他に手がねえ。とりあえずどこか見てくれる病院を探すか。いや、もう少し様子を見よう。発作がどんどん苦しくなってきて。おい、大丈夫か？
早く医者に見せた方が。じゃあ救急車がダメってんじゃ他に手がねえ。いや、しかしこんなカムロ町の繁華街に都合よく病院なんてもんは。待てよ、この辺には確か。そうだ、江本委員、カムロ町一の名医だ。あそこなら金がなくても見てくれる。ここの先生と初めて会ったのは随分昔だ。ホームレスだろうが不法滞在の外国人だろうが、困っている患者がいれば見ないふりはしない。全く頭が下がるぜ。今でもまだ続けていたんだな。おい待ってろ、今医者を呼んでくるからな。江本先生、我が来てくれるか。休館が。あ、江本先生は。私が江本よ。父のことを言ってるなら外出中。もうすぐ戻ってくると思うけど。じゃあ、あんたは。おしゃべりしてる暇があるなら休館とは言えないんじゃない？どんな状況？患者は動かせそう？ホームレスが発作で倒れたんだ。下にいるが、救急車は呼ぶなと言ってる。了解。よくあることなの。悪いけど運ぶのに手を貸して。もう大丈夫なのか。ええ、大丈夫。彼は父が見ている患者で時々発作を起こすの。おかげで助かった。そうか、ならよかった。江本先生は今もお元気で。どうかな、最近少し老けたかも。あなたは父にかかってた方？いや、そういうわけじゃ。うん、どうしたんだこいつは。何があった？発作を起こして倒れてたの。お父さんがあげた薬を切らしたみたいね。そちらの方が呼びに来てくれたおかげで大事に至らずに済んだ。そうか、助かった、ありがとう。目を覚ましたらこいつにもちゃんと礼をさせよう。いいんだ、それには及ばない。もうすぐに帰るよ。お父さんのことを知ってるみたいだったけど。いや、知ってるというか噂で聞いただけで。それも随分昔に。へえ、いい噂？それとも悪い噂？いい噂だと思う。そいつはありがたい話だな。今は娘さんと二人でこの委員を。まさかここは俺が一人でやってるんだ。こいつはたまに手伝いに押しかけてくるだけ。後を継いでほしいと頼んだわけでもないのにな。確かに頼まれてないけど、父が何を言おうとこの院はカムロ町に必要な場所だから。逆にもういつ引退しても結構ですよと言っても父が頑固に居座り続けてるわけ。何か。いや、失礼。もしかしたらあんた昔の知り合いだったかと思ったんだが。そういえば
何年か前に死んだはずだったよ。彼はカムロ町じゃ伝説と言われた極道だったんだ。そうだったのか。その声にも聞き覚えがあってな。よく似てる。でもやはり人違いなんだろう。でなきゃあいつが何年もどこかで死んだふりしてたってことになっちまう。あいにく人違いだ。俺はそんなんじゃない。そうか。だが昔はよくカムロ町に入り浸っていたよ。あんたの噂もその頃に聞いたんだ。金と女が全てのこの町でただ一人、持たざる者に手を差し伸べてくれる人格者の名医がいるってな。いろいろと尾ひれがついてるな。ま、名医ってとこだけは否定しないでおこう。二人とも奥歯に何か挟まってるの？なんだか私はお邪魔みたいね。いや、そういうわけじゃ。ちょっと一休みしてくるからごゆっくり。頼もしい後継者がいて心強いな。あんたの背中を見て育った先生だ。一目見ただけで頑固そうなのがよくわかるよ。まあ一度言い出したらもう人の話は聞かん。だがああいう性格でなきゃこの医院を続けていくことはできんだろう。患者たちも俺みたいなジジイよりも娘に治療される方が嬉しいと見える。いつになったら隠居するんだって最近はよく聞かれるよ。さすがにそいつは無礼だな。おかげで死ぬまで医者でいてやろうってガッツが湧いてくる。恩知らずの患者たちにまだまだ衰えてないところを見せてやるさ。会えてよかった江本先生。医者の立場として歓迎するわけにはいかんが、必要な時はあんたもまた来るといい。もし何か隠し事があっても医者は患者の秘密を守る義務がある。安心だぞ。わかった。その時は当てにさせてもらうぜ。時代は変わり、東城会さえもこの町からなくなったが、ずっと変わらねえものもあるってわけだ。あんたにはかなわねえよ、江本先生。そっちね。
懐かしいな。私は脇が甘いな。しつけの時間だ。どうした、どうした。結構調子いいかも。追撃する。私も狙うか。調子出てきたぞ。任せて。よく吠えるな。追撃する。ラウンドがますよ。あれ、よし、勝負あったな。ポケサースタジアム入ろうぜ。ここはポケサースタジアム。カムロ町にまた復活していたのか。ポケットサーキット、略してポケサー。ポケットサイズのマシンを使って速さを競う奥深い遊びだ。俺もかつてはこの場所でポケットサーキットカムロ町最速を目指していたもんだったな。当時は子供たちに混ざってがむしゃらにレースをしたり必死にカスタマイズをしたっけ。当時実況していたポケサーファイターとはなんだかんだ長い付き合いになった。尾道で再会して以来会ってないが、元気にしてるだろうか。もううるさいな。好きにやらせてよファイター。ん？でもそのカスタマイズじゃダメなんだってば小次郎くん。このカスタムタイヤに変えた方が車体も滑りにくいし絶対に有利になるんだって。ほら騙されたと思ってやってみなって。嫌だよ、今のタイヤが好きなんだもん。色が紫だからかっこいいんだい。色って、でもそれじゃ速くならないしコースアウトしちゃったら元も子もないだろ。もううるさい。ファイターなんて大嫌いだ。もういいよ、他の公園で作ろう。うん、行こうぜヤス君。ビー、ああまだ話は終わってないぞ。まったくもう、うまくいかないな。さてと、片付けないと。うわあ！あ、すみません。おお、ゴーレムタイガーか。え、知ってらっしゃるんですか。ああ、よくここで遊んでたんだ。ポケサーファイターと一緒にな。え？僕、ポケサー株式会社でポケサーファイターをやっている村中と申します。俺はポケサー界隈ではカズマと名乗っている。カズマ君ですね。よろしくお願いします。カズマ君はいつからポケサーをやっているんですか。バブルの頃からだから
今から30年近く前だな。おお、第一次ポケサーブームですね。その時に生まれて体験してみたかったな。めちゃくちゃブームだったって聞きますもん。そうだな、確かに国民的ブームだったかもしれない。この町からもポケサースタジアムはなくなったと記憶していたが、また復活したんだな。ええ、一度は廃れてしまったんですけどね。最近リバイバルブームが起きて、また全国的に人気が出始めてきていまして、そこに来て少し前に新しい社長が就任したんですが、これまたポケサー愛がすごい人で、かなりのやり手なんです。メディアミックスとかを積極的に行って、ついに小学生や中学生を中心に一大ポケサーブームを巻き起こすことに成功したんですよ。ほう、そういうことか。で、なんであんたはポケサーファイターに？それはもちろんポケサー、ポケットサーキットが好きだからです。僕が小さい頃はちょうどポケサー人気に陰りが見え始めた頃だったんですけど、僕は大好きで、小学校から帰ったら毎日毎日カスタマイズ、少ないお小遣いを一生懸命貯めて、なんとか最速のマシンを作ろうと思って毎日頑張っていました。学校には友達が全然いなかったんですけど、ポケサーをやっているうちにポケサー友達が増えて、初めて居場所ができた、そんな感じがしたんです。本当に楽しかったな、あの頃は。そうか、だからポケサーファイターに。はい、友達がいない僕にポケサー会場で気軽に声をかけてくれたのが会場にいたポケサーファイターで、ファイターは他の子たちと引き合わせてくれて、そのおかげで僕は友達が作れたんです。だから僕も昔の自分みたいな友達のいない子たちを助けられるような、励ませるような、そんな存在になりたくて、だからポケサーファイターに。強い意志があるんだな、かっこいいじゃねえか。でも実際になってみるとなかなか難しいですね。僕はポケサーの知識は誰にも負けない自信があります。だからその知識を生かして子供たちに最強のカスタマイズを教えて支えてあげたいんですけど、なかなか距離感がうまくいかなくて、嫌われてばかりで適性がないんですかね。もう30だし実家帰った方がいいのかな。何がおかしいんです？いや、ちょうど30年前にお前と似たように悩んでいるポケサーファイターがいたんだ。そいつとはたくさんポケサーをやった。ヤスとの思い出はいい思い出ばかりだ。最近会えていないが、今でも俺の大切な友達だ。そんな人がいたんですね。ああ、子供からも愛される立派なファイターだった。だがそんなあいつも当時は悩んでいたよ。待遇は安い時給のアルバイト扱いだし、年齢も30歳。このままポケサーファイターをやっていっていいのかってな。その人はどうなったんです？結局ファイターを続ける道を選んだ。あいつはポケサーを愛していたし、子供からも愛されていた。その愛に正直でいたかったんだろう。子供たちの愛か、羨ましいな。僕も子供たちから好きになってもらえればこんな風に悩まないのに。お前は子供たちがお前に何を求めてると思ってる？え、そりゃ僕はファイターだし、ポケサーのことをいろいろ教えてほしいと思ってるんじゃないかと。確かに知識を与えるのもファイターの大事な仕事かもしれない。
だが、子供たちが一番お前に望んでいることは本当にそれなのか？え？お前はさっきポケサーファイターへの感謝を語った。それは知識をくれたから感謝してるのか、早いマシンの作り方を教えてくれるからファイターに憧れたのか、言う通りにしてたら試合に勝てたからファイターに感謝してるのか？それは違います。僕がファイターに感謝しているのは、友達のいない僕に寄り添ってくれたから。それが分かってるならお前がファイターとして子供たちに一番やらなきゃいけないことは何か、もう答えは出ているはずだぜ。カズマ君、そうですね、僕間違っていました。ポケサーは速さを競う遊びだけど、大事なのは速さじゃない。ポケサーで一番大事なのは勝敗でもない、一番大事なのは友達と仲良く楽しむことです。そんな当たり前のことも忘れて僕は、そりゃ好かれないわけですね。今からでも遅くないぜ。はい、僕さっきの子供たちにもう一度話してきます。今度は速いマシンの作り方だけじゃないポケサーの楽しさを伝えに。ああ、あいつらも待ってると思うぜ。ありがとうございますカズマ君。それじゃ。思い出す。私は。よし、楽しませて。仕留める。しつけの時間だ。死ぬわ。痛めつけてやるわ。手加減はなしだ。ふざけないでください。終わらせる。遊んでやる。結構調子いいかも。目立っちゃおうかな。かかってこいや。こんなことしてやるよ。うわっ、うっ、相手してやる。かかってきなよ。うわぁ、熱いだ。未練は力の差を見せてやる。痛めつけてやるよ。ほら、問題ねえ。調子出てきたぞ。ここはギブアップ。ボンガ
ここは任せて。どうやって始末してやるよ。よく吠えるね。どうした？かかってこいや。ここがあなたの墓です。見せてあげる。そうです、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 そうです。うわっ、結構調子いいかも。私も狙うか。目立っちゃおうかな。狙うか。やるか。サポートする。調子出てきたぞ。ここは任せて。追撃する。やっ、すっきりしました。私の番。せい。ダウンと出ますよ。どこ見てんの。どうした。あなたの前に出せ。来ないのか。しのげるかね。手加減はなしだ。任せて。もうギブアップ。結構調子いいかも。コンビプレイ、ね、容赦しない。やるか。サポートする。覚悟できてる。よく吠えるね。さっさと来い。脇が甘いな。調子出てきたぞ。相手にならねえな。いい感じ。そういえば、
思い出すしいな。出てきたぜ。追撃する。弱いね。またいい男に格が上がったね。思い出す。懐かしいな。
ごめんなさい、肩当たっちゃいましたね。ああ、いや気にしないでくれ。すみません。しずこ、待って待って。もう全然気づいてくれないんだもん、しずこってば。ごめんごめん、ミキ。ん？あれは。あのさ、ずっと気になってたんだけど、そのキーホルダーのキャラ何者？ああ、これ小野道夫くん、尾道のマスコットキャラクターだよ。知らない？知らねえ、マイナーだね。確かにしずこ尾道出身って言ってたもんね。なんだっけ、こういうのってキモキャラ？違うよ、もうゆるキャラだよ、ゆるキャラ。私の大好きな大切なキャラクターなんだ。へえ、しずこは物好きだね。そう？私、みちおくんのお嫁さんになるのが夢なんだ。手術しないと治らない病気なんだって。手術しないとみちおくんのお嫁さんになれない。でも勇気がなくて怖くて。私、手術受ける。痛いかもしれないけど頑張る。辛くても我慢する。しずこ、勇気出すから。しずこだ。しずこ、入る方向こっちだよね。一緒に帰ろうよ。ああ、ごめん、今日はちょっと用事があって、カムロ町ヒルズってところに行かなきゃいけないの。そうなの？結構歩くよ。しずこ一人で大丈夫？引っ越してきてそんな経ってないし、この辺のことをまだよく知らないでしょ。大丈夫だよ、地図も調べてきたし心配しないで。じゃあね、ミキ。うん、治安悪いから気をつけてね。じゃあね。いらっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとう。校長だ。
こんなことあったな。もしもし。伊達だ、桐生。手が空いたらまたハーバーライトに来てくれるか。ああ、分かった。そうするよ。ん？お姉ちゃん、暇？俺らとちょっと遊ばない？この辺に雰囲気のいい店あってさ。ああ、もちろんおごるよ。結構です。私もう行きますので。おっと、待ちなよ。そんな釣れないこと言わないでさ。いいじゃん。そもそもこの辺をうろついてるってことはナンパ待ちだったんじゃないの？違います。迷ってしまっただけで。またまた照れ隠しなあ。お兄さんたちといい思い出作ろうぜ。誰か助けて。ガー！てめえの汚え手で静子に触るんじゃねえ。なんだよこのおっさん。なんで私の名前を。目障りだ。さっさと消えろ。俺が本気で怒らないうちにな。やべえやつだな。おい、大丈夫か。逃げるぞ。覚えてろよ、このクソ親父が。ったく、最近のガキは。あのありがとうございました。いや、気にしないでくれ。じゃあな。もしかして桐生のおじさんじゃないですか？え？やっぱりそうですよね。道夫くんを私に会わせてくれた桐生のおじさん。こんなところで会えるなんて。お久しぶりです、桐生のおじさん。ああ久しぶりだな、静子。俺のこと覚えてるのか？忘れるわけないじゃないですか。私の命の恩人なんですから。恩人？はい、ずっと会いたかったんですよ、桐生さん。桐生さんにお会いできて本当に嬉しいです。ああ、俺もだ。前に会った時はあんなに小さかったのに、もうすっかり立派なお姉さんだな。いえいえ、全然まだ高校生のひよっこです。あの後手術はうまくいったのか？はい、お医者さんが頑張ってくださって、その後のリハビリもうまくいってすっかり元気になりました。それもこれも全部桐生さんのおかげですよ。俺は何もしていない。そんなことありません。手術を怖がっていた私を道夫くんに会わせてくれたじゃないですか。道夫くんは私に手術に立ち向かう勇気をくれました。あの勇気がなかったら私、手術を拒否し続けて、もしかしたら悪い結果になっていたかもしれません。だから桐生さんや道夫くんには本当に感謝してて、いつかお礼が言えたらなってずっと思っていたんです。でも桐生さんとは一度会っただけで、それ以外何もわからないから探せなくて、ずっと心残りだったんです。だから
今日お会いできて本当に良かったです。俺もお前の手術がどうなるか心配してたんだ。こちらこそ会えてよかったぜ。でも桐生さんがまさか東京の方だったなんて思いませんでした。道理で尾道を探しても見つからないわけです。お前こそどうして神室町にいるんだ。尾道から引っ越してきたのか。はい、実は私医者を目指していて、その夢のために東京の医大に強い学校に入学したんです。それをきっかけに家族で上京しました。医者か、すごいじゃないか。慣れたらですけどね。同級生もみんな頭いいし、ついていくのがやっとです。でも病気の私を救ってくれたお医者さんみたいに、私もいつか誰かの命を救えたらなって。だから一生懸命勉強して絶対に夢を叶えたいって思ってるんです。立派になったな、しずこ。素敵な夢だ。お前ならきっと叶えられる。はい、もし桐生さんが病気になったとしても私が医者になって治してあげますから、なんて。ありがとうな。その時はよろしく頼む。はい。さてそろそろ行くか。お前行く場所があるんだろう。送っていくよ。この辺は危ない輩が多いからな。はい、ありがとうございます。こんなところ、もう一人でほっつき歩くなよ。はい、迷っちゃって。今度からは神室町は一人で出歩かないようにします。そのキーホルダー、尾道雄のことまだ好きでいてくれてるんだな。もちろんですよ、道雄くんと私結婚するんですから。はあ、そういえばそんなこと昔言っていたな。医者になって道雄と結婚か。もっといい相手を探した方がいいと思うぞ。なんでですか。道雄くんは面白いし優しいし強いし最高の旦那さんになると思いますよ。いや、あいつはなかなか面倒なやつなんだ。頑固だし不器用だしひねくれもんだしな。あの桐生さん、ん、野暮なこと聞いちゃうかもしれませんけど、道雄くんとして私を助けてくれた人ってやっぱり。ここにいたのか。探したぜクソ親父。さっきの借りを返しに来たぜ。倍返しにしてやろうと思って。ダチも一緒にな。桐生さん、安心しろ静子。下がったろ。お前は俺が守る。でももし怪我でもしたら。お前を守るためならちょっとの怪我くらい我慢できるさ。おいおい、どうした。もしかして逃げるのか。ああ、逃げも隠れもしねえよ。子供の前でダセえ姿見せるキャラじゃねえんだ。手加減はしねえ。死にてえやつだけかかってこい。やるぜ。イエー、かかってきやがる。やるか、狙うか。やっ、手加減はなしだ。はあ、もう怒られる。もう疑惑か。寝てるわ。せいくぐすん。どうしよっかな。どうした。容赦しない。来ないで。目立っちゃうかね。
せて。くっつり来たぜ。相手してやろう。はっ、私の分。調子出てきたコンビプレイ。状況だけは買ってやるよ。まだ強くなれるかもね。人生これ。桐生さん、大丈夫でしたか？ああ、この程度どうってことない。静子は平気か？はい、桐生さんが守ってくれたから、あの日みたいに。よかった、なら行くぞ。はい。今日はありがとうございました。道まで教えていただいて。気にすんな、好きでやったことだ。これ今日のお礼です。受け取ってください。もしよかったらつけてくださいね。これで桐生さんとお揃いだ。いいのか？お前の大事なもんなんだろ。それ私家に50個持ってますから大丈夫です。そんなにいらねえだろう。ありがとうな。こちらこそ、桐生さんには本当に感謝しかありません。私ダメですね。この年になっても桐生さんに助けられてばっかり、与えてもらうばっかりで何も与えられない。桐生さんに私ももっと何かしてあげられたらいいのに。静子、それは違うぞ。え？俺はお前に今日十分すぎるくらいたくさんのものを与えてもらった。あんなに小さくて手術に震えていた女の子が元気になって、こんなに素敵なお姉さんになって、夢を追いかけて一生懸命毎日を頑張っている、そんなお前に俺がどんだけ勇気をもらえたと思ってる。桐生さん、お前はきっと立派な医者になれる。諦めなければきっと夢を叶えられる。だから頑張れよ。お前の手で昔のお前みたいに苦しんでいる人たちを救ってあげてくれ。俺はいつまでもお前を応援しているぜ。お前の好きな道夫君もきっとそう思っているはずだ。じゃあな、静子、元気でな。キリュウさん。ん？今までありがとう、道。こっちこそありがとう、道。ありがとう、キリュウさん。道夫くん。
懐かしいな。開けてみるか。開いた。やっと。うわ。バカにしてんのか。後悔すんなよ。楽しませてもらうよ。私に協力してやる。よく吠えるね。どうした？やろうぜ！仕留める！はい、配る！デイ！手加減はなしだ。もうギブアップ？結構調子いいかも。私も狙うか。フッ、せいっ、せいっ、目立っちゃおうかな。やる、合わせる。こんなもんだ。よし、あっためて。私の番。ここは任せて。狙うか。もうギブアップ。目覚めろ。調子出てきたぞ。目立っちゃおうかな。私も狙うか。やる。結構調子いいかも。追撃する。私も狙うか。ビリビリする。手加減はなしだ。ダウンとかますよ。狙うか。私の番。無駄だ。じゃあ勝負あったな。思い出す。
思い出す。開けてみるか。やったぜ。懐かしいな。すかした顔しやがって。覚悟しろよ。かかってきやがれ。私の番。せっ、で、調子出てきたぞ。手加減はなしだ。私も狙うか。結構調子いいかも。目立っちゃおうかな。くらいなよ。しびれる。私の分サポートする。調子出てきたぞ。追撃する。ここは任せて。私も狙うか。
やる。さっさと来い。楽しませて。もうギブアップ？止める。ダーンと邪魔しよう。さて、はい。よっ。手加減はなしだ。攻撃する。よっしゃ。結構調子いいかも。私も狙うか。おしゃれな会議になったよ。まだまだ強くなれそうだ。よし。うん。思い出す。何でもできそう。後悔するなよ。やるか。脇が甘いな。しつけの時間。私の番。狙うか。私も狙うか。調子出てきた。任せて。狙っちゃおうかな。相手してやる。追撃する。ふざけないでください。私の番。手加減はなしだ。もうギブアップ。どうしよっかな。コンビプレイ。ダウンと出ますよ。やるか。調子出てきたぞ。私も狙う。見とれないでやね。大人の渋みが出てきたぜ。いらっしゃいませ。ありがとう。開けてみるか。開いた。
ける気がしねえな。開けてみるか。やったぜ。このポケサーマシン、これ欲しかったんだよね。限定のやつだろ。返してよ、僕の。あ、なんだこのガキ、殴られてえのか。こんなレアな機体、おめえらみたいなガキにはもったいねえよ。俺が使ってやる。僕がお小遣いを貯めて買ったんだよ。うるせえ、ぶっ殺す。ちょっと待て、お前ら。ん？なんだてめえは。僕はポケサーファイターだ。それは小次郎くんのマシンだろ。返せ。ほう、まさかポケサーファイター様からお説教されるなんてな。おめえみてえなふざけた格好のやつがすごんだってなんも怖くねえ。こんなガキどもが持ってるより俺たちが使った方がこのマシンもいい記録出せるだろう。マシンのためにもなるんじゃねえのなあ。ふざけるな。子供たちを傷つけるようなやつの記録なんてクソくらいだ。ポケサーで一番大事なのは速さじゃない。仲良く楽しく友達と思い出を刻むことだ。お前らなんかにポケサーをやる資格はない。ファイター、ここは危ない、早く逃げて。でもファイターが。僕のことはいいから早く。言ったか。よし、不良ども、このポケサーファイターと勝負。急な攻撃はアンツヤだぜ。なんだこいつ、クソ弱えぞ。いい年してこんな格好して、ガキのおもりしてよ。何がファイターだよ、格好悪い。本当だぜ、こんなおもちゃにムキになってよ。ご両親もきっと泣いてるぜ。さっさと実家に帰って家業でも継いだ方がいいんじゃないですか、ファイターさん。小次郎くんのマシンを返せ。うるせえな。ガー、畜生、畜生。ハハハハ、気絶しやがったぜ、ゼーク。おい、あん？なんだてめえは。通りすがりのポケサー好きだ。てめえらにファイターを悪く言う資格はねえ。さっさとそのマシン返しやがれ。なんだこいつ、ぶっ殺されたいのか。やってみるか。面白い、このおっさん、ぶっ殺してやるぞ。ストレス解消させて。かかってきやがる。強烈でしょ、私は。ふっ、やっ、手加減はなしだ。楽しませて追撃する。もうギブアップ。ふっ、結構調子いいかも。私も狙うか。いいな。ダウンとガラスよ。合わせるぞ。たまんねえな。力の差を見せて。任せて。
調子出てきたぜ。相手にならねえな。ふう、片付いたな。ん？ファイター、しっかりして。あれ、小次郎くん？やった、目が覚めた。大丈夫、ファイター？ああ、君たちこそ平気だったかい？うん、ファイターが守ってくれたから。どうもありがとう。ファイターって強いんだね。びっくりしちゃった。え、強い？だってほら、周りのチンピラ倒してるじゃん。あ、これ俺が？他に誰がいるってのさ。かっこよすぎるよ、ファイター。あの、僕のマシン取り戻してくれてありがとう。お礼はいいさ。ルールを破る連中を正すのはファイターの仕事だからね。ファイターは僕のためにこんなに頑張ってくれたのに、僕ファイターに嫌なこと言っちゃった。本当にごめんなさい。いいんだよ、小次郎くん。悪かったのはこっちの方さ。君が自由にカスタマイズを楽しみたいのに変に知識を押し付けて、君の楽しい気持ちをないがしろにしてしまった。マシンが速くなれば喜ぶ、勝負に勝てれば喜ぶ、そうやって勝手に決めつけて楽しみ方を押し付けようとしていた。ファイター失格だよ。ポケサーで一番大事なことを忘れていたよ。だからごめんね、ファイター。じゃあ仲直りの印にみんなでポケサーやろうよ。いいね、やろうやろう、ポケサースタジアムでね、ファイター。ああ、もちろんだ。ちょっと絆創膏でも貼ってくから先に行っててくれるかい？うん、わかった、待ってるからね。よかったな、新しいファイター。一件落着か。村中君。ん？社長。あ、ファイター。まさかポケサー愛のあるやり手の社長ってのは。なんかポケサーファイターが喧嘩に巻き込まれてるというから駆けつけたんだ。大丈夫かい？はい、大丈夫です社長。子供たちも無事です。そうか、よかった。子供たちを守ってくれてありがとう、村中君。いえ、ファイターとして当たり前のことをしたまでです。ああ、村中君、なんだか君すごい生き生きしてるね。なんか以前と変わった気がするよ。そうですか？カズマ君のおかげかな。お、カズマ君？はい、バブルの頃からポケサーを遊んでくださってる真摯な方です。僕正直これからもファイターをやっていけるのか悩んでいたんですけど、カズマくんが相談に乗ってくれて、背中を押してくれて、大切なことに気づかせてくれたんです。そうか、カズマくんが。カズマくん、いい男だったでしょう？はい、めちゃくちゃ。もしかして社長のお知り合いなんですか？ああ、僕の大事な大事な友達なんだ。そうだったんですか。カズマ君言ってましたよ、ファイターは今でも大切な友達だって。
そうか。じゃあ僕、そろそろ行きますね。子供たちが僕を待っているので。ああ、行ってらっしゃい。あ、村中君、もしまたカズマ君に会ったらこう伝えてくれるかい？いつかまた一緒にポケサーしようぜって。わかりました、絶対伝えます。それじゃ失礼します。今でも大切な友達か。一生ものの友達ができるんだもんな。ポケサーって最高だよね、カズマくん。いつかまた巡り会えたら、またあの頃みたいに、子供みたいに泣いたり笑ったり怒ったりしながらさ、ポケサーやろうぜ、カズマくん。